wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? おはようございます。加古和さん、おはようございます。あ、宮野さん、おはようございます。今日お仕事じゃないのかな。今日は事務仕事なので10時の休憩でライブを拝見させていただきますありがとうございます。仕事中はい、皆さんおはようございます。あ、イブさん、おはようございます。小松さんもおはようございます。昨日来れなかった、あ、そうですか。イブさん韓国の方ですよね。韓国からおはようございます。ありがとうございます。あ、ケイさんもね、おはようございます。ミントティーさんもおはようございます。オルカさんもみんなね、もうちょっと名前覚えてきたんだよな。ハルさんもね、おはようございます。ガーさん、おはようございます。ユリカさんか、ユリカさんもおはようございます。レオンさん、はい、おはようございます。タロウマメさん、おはようございます。マユミンさんもね、よく来ていただいてますね。おはようございます。あ、マキさんも来た、おはようございますこれやってたらもう10分経っちゃうよね。鈴木のですね、ピアノレッスンがそろそろ始まりそうで、僕のね、ここのライブスタートしてからそのつながりでね、出会わせていただいた僕のピアノの先生からね、メッセージをいただきまして、どんな曲を練習するのかっていうのはまだちょっとお楽しみということで伏せておきましょう。まあ、僕もね、練習させていただいて、またリサイタルする時が来ると思いますので、それはちょっと伏せておきますね。それでね、まあ、もし気に入っていただければっていうかね、そのレッスンの流れを1曲を5回の動画に分けて、お伝えしていきますと。まあ、2曲目からは鈴木さんが弾き語りたい曲とか、その時にもその時の気持ちに沿ったものをね、ご相談していただくっていうのはいかがでしょうかっていうね、形でご提案いただきまして、使っていくツールは LINE 動画でもいいし、 Yahoo メールでもいいし、 Gmail でもいいですよって。すごいですよね、いろんなものにトライされてて。コロナ禍のピーク時では生徒さんが PC をお持ちの家庭はゼロで、全員が私の不慣れな LINE 動画でした。まあ、LINE 動画でレッスンをね、やっていたってことですね。お月謝はご心配なくです。鈴木さんが数曲弾き語りたい、弾き語りを楽しくレベルアップされるお手伝いが私にできたら嬉しいんですということで、直子さん、ありがとうございます。お金をお支払いしますって言っても、いや結構です、いや僕のために支払うんです、ご心配なくこの世界お金が必要なくなったんですか。皆さん、僕がこういうふうに何かをできることを提供して、でそして皆さんも何かできることはないですかと。これで循環してしまうならお金はいらないのかな、税金かかんないし。だからね、まあ、何かいい方法があるかなと。
例えば僕がそういうふうに直香さんからのレッスンを受けました、じゃあ皆さんも直香さんにいかがですかってなると、直香さん大変じゃないきっと。今実際にリアルでもピアノのレッスンされてるでしょうし、そんな中でね、じゃあ私はこの曲お願いしますみたいな感じでどんどん行っちゃうのも、逆に直香さん嬉しいものなのか大変になっちゃうのか、僕のおせっかいなのか、じゃあそういうんじゃなくて、例えば僕がリサイタルをじゃあレッスンを受けたものでやりますよね。1曲を5個の動画に分けて僕はレッスンを受けてやるわけじゃないですか。リサイタルやります。でその5個の動画をこのライブの説明欄とかにシェアしちゃうっていうのはどうなんでしょう。そしたらみんなも一緒にレッスンできるでしょう、直香さんのレッスン。しかも、1曲目はね、直香さんセレクトで、鈴木さんにはこんなイメージいかがですか、黒鍵、黒い鍵盤がね最初一つだけ入ります、ごめんなさいね、とあとは全部8鍵だけでやれるものをねちょっとピックアップしましたよみたいな、そんな感じで初心者向けにやらせていただくっていうことで、いや皆さんもできるでしょ。で僕のなんてピアノじゃないからね、あれキーボードですからね。分かってる方は分かってると思うけどね。だから僕もね、やっぱピアノとキーボード何が違うのかって、やっぱこの鍵盤のこのタッチの重さとかがだいぶ違うわけなんですけど、やってるとキーボードの軽さがやっぱどうしてもね気持ち悪いというか、なんかこう物足りなくなってくるんですよね。やっぱもう少しもうワンランクレベルを上げてですね、電子ピアノが欲しいなとかっていう風になってくるものだと思うんですけど、それでもお家のね狭い空間でというか、趣味で楽しむぐらいだったらキーボードで十分だと思うので、キーボード1万円とか2万円とか出せばね、ずっと長いこと遊べますからね、いい趣味だと思うんですけど、画像がおかしい。大丈夫？皆さん、今日はなんか通信状況が悪いかな。出ました、出てる、大丈夫でしょうか。あ、ライブね、30日目、突入ですよ。1ヶ月ノンストップでやっちゃいましたね。ありがとうございます、皆さん、皆さんのおかげで僕も続けられました、1ヶ月で。そんな中でですね、急なんですけど、ちょっとお休みする日を皆さんにお伝えしなくてはいけません。今週の土曜日、娘の運動会が10時スタートでありまして、ちょっとこの日無理だということで、土曜日お休みです。そして土曜日お休みのその娘が運動会なんですね。でそれの振り替え休日が月曜日になるんですよ、娘の。で以前にも皆さんにもシェアさせていただいたと思うんですけど、うちの娘たち2人とも5月生まれなんですね。でその振り替え休日の来週の月曜日がちょうど上の長女の方のねお誕生日っていうことで、じゃあまあ2人のねお誕生日として、娘もね振り替え運動会の振り替え休日でお休みだし、じゃあ朝からお出かけしようかということで、すいません急なんですけど、土曜日と、月曜日がお休みになりますさらっと休んでいくスタイルでいきます。だから皆さんも積極的休養ということで、まあ、やりたい人はねご自身の中でトレーニング続けていただいて、なんか自分の中でこう継続してなきゃ気持ち悪い人は続けていただいて、まあ、鈴木さん休むんだったら今日私も休んじゃおうって、そのぐらいな感じで気楽にいきましょう皆さんね。そう、自主トレ自習でございます。土曜日と月曜日、まあ明日明後日もねちょっとまた猶予がありますんでお話ししていきますんでね、そのあたりはせっかくね10時からって言って来たのにやってないの今日っていうね。そうそう、はい、土曜と月曜休業でございます。まあでもね30日ノンストップでやりきりました、皆さんありがとうございます。はい、では本日でメイントレーニングが5日目になりますね。明日から新しいトレーニングまた切り替えていきます。今日までがメイントレーニングラストです。
どんどん休んでください。その方が長続きしますね。ありがとうございます、オルカさん。はい、気楽です。そう言っていただけるとね。はい、あ、すごい、みんなありがとう。ありがとうございます。はい、では行きましょう。すいません。じゃあ、インスタグラム失礼します。はい、それでは皆さん準備よろしいでしょうか。今日がメイントレーニングの5日目になりますので、まあ、一番ですね、体的には慣れた状態ですね。なので余裕がある方はより丁寧により深く動きをね行っていただけると効いてくんじゃないかなと思いますね。今日スタートの方は無理なくやれる範囲でついてきてください。では、スタートの下半身のトレーニングは足かなり広めですね。肩幅よりもかなり広くなります。はい、一度伸脚のねストレッチの姿勢をとってみてください。膝の真下にかかとが来る、反対側も、はい、膝の下にかかとが来るぐらい結構かなり広めです。はい、そこから右に重心を落として膝が内側に入ってこないように気をつけてください。お尻の高さを変えずに筋肉の緊張を保ったままの左右の移動を10回、10往復いきます。では右に重心を落としましょう。はい、10回いきます。どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9。はい、ラスト10。右で止まります。はい、右足でバランスです。左足引きつけてきて左足浮かせます。はい、この足の延長線上手を開いて、はい、10秒キープです。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、下ろします。はい、軽く足振りましょう。深呼吸1回、息を吸って、はい、吐きます。はい、1セット目よりも2セット目の方が少し股関節周りがさらに柔らかく緩んでますので、少しね深く大きく動いていきましょう。もう1セットいきます。はい、開いて、今度はさっき右からスタートでした、今度は左からスタートに変えます。左に重心を乗せて、はい、10往復。はい、どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9。ラスト10。はい、今度左で止まる、右足引きつけてきて、はい、右足浮かします。はい、バランス、延長線上に手を伸ばします。はい、キープ10秒。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK、 下ろします。もう一回足振ります。もう一回深呼吸、息吸って、はい、吐きます。はい、ふくらはぎの動きです。つま先正面です。腰幅、拳2個分ぐらいですね、開いてください。腰幅、かかとのアップダウン10回、そして上でキープ10秒、いきましょう。まず10回動きます。どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9。上で止まりますよ。はい、キープ10秒。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、降ります。 OK、 足振りましょう。
股関節周りのストレッチに入ります。はい、では足の幅、先ほどよりかは気持ち、まあ、ちょっと狭め、肩幅程度ですね。重心を落としてお相撲さんの四股のように膝の上に肘を乗せましょう。はい、こんな感じですね。でご自身が一番楽な姿勢に足開いてください。狭すぎても広すぎてもやりにくいと思うので、一番手のね突っ張り棒をこう使った状態で楽な姿勢、そこからお尻を力抜いて落としたところからちょっと緩める、少しバウンドさせるようなイメージですね。股関節の嗅関節をグリ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 ね、今上下に動かしてます。はい、そしたら皆さんは右足の方に重心をストーンと落とします。はい、左足を伸ばして、はい、ももの内側とももの後ろ伸ばしますので、胸を張って床に少し上体を近づけるように、そうするとね伸びてきます。つま先はね天井に向けておきましょう。はい、そしてももの後ろ、ももの内側伸びを感じたところで、少しねちっちゃくちっちゃくワイパーのようにかかとを支点に動かしてあげてください。大きくなくていいです。小刻みに揺する感じでいきましょう。あんまりハードなね刺激じゃない方が股関節周りも筋肉も緩んでいきますので、あんまりねギューッと強くやらないでください。貧乏揺すりのようにね軽く軽く揺すります。はい、 OK、 左右入れ替えましょう。反対、はい、左足の方に重心乗せる。はい、右足伸びてます。胸を張ります。その胸を少し床に近づけるようにぐーっとちょっと前に倒していくと、はい、足の後ろ、ももの内側伸びてきます。そこで、はい、ワイパーワイパー、ちっちゃくちっちゃく揺すります。はい、 OK、 では真ん中戻ります。はい、では足もうちょっと閉じて座った姿勢、和式のトイレに座る、こんな姿勢ですね。肘で膝が内側入るのを、はい、押さえておきましょう。この姿勢ね取るのきつい方もいると思うんですけど、余裕がある範囲でいいです。できる範囲で構いません。はい、この状態からですね、右に重心を乗せたり左に重心を乗せたり、手に関しては床サポートしていただいていいので、右回り左回り左右前後、ご自身のねちょっと感覚で、これ回数も数えませんので、あっちこっちに動かしてあげましょう。これ股関節が目いっぱい曲がりきった状態、動ききった状態でね、その状態でちっちゃくね動かしてます。股関節周りの筋肉がどん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 緩んでいきますんで、あっちこっちに動かしてみましょう。はい、OK、 では体幹の動きに入ります。はい、四つん這いの姿勢です。手の幅、足の幅同じ幅お願いします。手の延長線上に足来てますか？両手は肩幅ですね。はい、同じ幅です。では右手と体格の左足、前と後ろにアップ、顎を引いておへそへこませてお腹薄く保ちましょう。キープ10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、動きますよ。肘膝おへその前で近づけて伸ばします。はい、10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10で、もう一回止まって、はい、伸ばしている手は真横、足は外の床に一回下ろす、一回休憩。はい、ではいきますよ。外の床から内側の床、ごめんなさい、外の床から内側の床、10回いきます。はい、どうぞ。1、2、3、4、5、あと半分、6、7、8、9、ラスト10。はい、 OK、 一度下ろしましょう。お尻を後ろに引いて一回ストレッチ、息を吐いて、ふう、はい、 OK、 前に戻りましょう。左右を入れ替えます。手の幅、足の幅もう一回確認しましょう。同じ幅、はい、左手と
体格、右足アップ、10秒キープ、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、動きますよ、肘膝、1 10回、2 3 4 5 6 7 8 9、ラスト10、止まります。はい、伸ばしている手は真横、足外の床に1回下ろす。はい、休憩、一呼吸、10回いきましょう。外から内側の床、はい、どうぞ、1 2 3 4 5、あと半分、6 7 8 9、ラスト10。はい、 OK、 下ろしましょう。もう一回お尻後ろ、息を吐いて、はい、後ろ、はい、 OK です。戻りましょう。今度は上向きですね、座った状態です。お水もね、汗も拭いてください。ちょっと休憩も取りましょう。はい、では休憩をしながらね、見ててください。両手後ろ、指先はね、進行方向、目線の方向で、お尻の後ろです。足を浮かせたら、膝を胸に引きつけて、腹筋のトレーニングに入ります。緩めるときは膝伸ばしきらなくていいです。ちょっと緩んでるぐらい。上半身も少し離してあげて、両方から一緒に迎えに行って近づける、両方から離して近づける、10回いきます。手セット、はい、足浮かせます。 OK ですか？10回いきます。はい、どうぞ、息を吐く、ふっ、緩めて吐く、ふっ、3、上半身もしっかり離して、4、迎えに行く、5 6 7 8 9、ラスト10。はい、下ります。ではまたちょっと休憩しながら見ててください。膝を緩めて二の腕の動きに入ります。後ろに寄っかかる動作ですね。はい、お尻の位置近すぎるとやりにくいので、一番ご自身がやりやすい、肘を曲げやすい位置にお尻の位置セットしてください。 OK でしょうか？では10回ダウンアップいきます。後ろに寄っかかって、1、はい、2 3 4、肘を少しね、閉じながらいきましょう。5、脇がね、開きすぎないように、6 7 8 9、ラスト10。はい、上で止まります。お尻ちょっとでいいです、持ち上げます。はい、キープ、腕で支えて、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK、 一回降ります。はい、一度休憩。もう一セット、今の流れですね、腹筋から二の腕、このセットでおしまいです。で、二の腕に関しては、昨日ご質問でもあったんですけども、ダウンする際に上がる時ですね、上がる時、これ腕の力使わなくても腹筋だけでも上げられてしまいますよね。なので腹筋の力完全に抜くっていうことはないんですけど、割合を腹筋の方が多くしてしまうと二の腕のトレーニングにならなくなってしまうので、割合、パーセンテージをですね、5対5よりかは2対8とか、こっちに意識がいくように、少し腹筋を緩めてあげてください。腹筋をだらーんとちょっと緩めることで、上半身の重さが全部二の腕にかかって、押す時にも腕に負荷が入りやすくなりますよね。もちろんそれだときつい方は腹筋のパーセンテージを上げてください。4対
6とかにしていくとご自身の中でもねコントロールがこうできるんじゃないかなと思います。はい、それではラスト腹筋からの二の腕です。足アップの手を組んで左の床、右の床、タッチ。これも昨日のご質問でありました。膝が開いていってしまうのをなるべく極力内ももの力で抑えましょう。そしてそれが難しい方は意識づけにタオルをかませてみましょう。離れちゃうとタオルが落ちますので、それが離れないようにちょっとね厚みを持たしたタオルを、はい、挟んで手を組んで10回いきましょう。1、右、左、右、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、10、はい、OK、下ろします。ラスト二の腕です。手後ろ、指先は進行方向です。はい、お尻の位置、ちょっと前に出して曲げやすいところに。はい、では先ほど伝えた点ですね、パーセンテージを意識しましょう。二の腕にしっかり負荷がかかるように10回どうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9、はい、ラスト10、上で止まります。はい、最後お尻ちょっとでいいです。アップ、はい、10秒キープ。1 2 3、肩が下がらないように5 6 7 8 9 10、はい、お尻落とします。肩が下がらないようにじゃないですね、肩が上がらないようにですね。この皆さん休憩してていいですからね、お休みです。この状態で支えてもね、あんま意味ないですからね。肩がしっかりとぐーっとこの肩甲骨が正しい位置にある状態で支えるっていうね、これも上半身の筋肉をつけていくポイントになります。力抜けちゃうとどうしてもこういう状態に、ね、なりがちですからね。はい、では腕を振りましょう。はい、深呼吸1回です。息を吸って、はい、吐きます。はい、 OK、 では汗拭いてください。今日のトレーニングはこれでおしまいです。お水も取りましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。熱っていうねそうそう、空調をね、なぜかねド M 組がいるんですよ。ここには空調は絶対つけねえぞっていうねいや、つけてつけて、ほどほどにつけながらやってください。あ、説明が分かりやすい。あ、イブさんありがとうございます。そうですか、まあ、皆さんと、ね、一緒にこうやって毎日やってるんで、あ、そこかっていうね、あ、そこが皆さん気になるんだなっていう点を直でいただけるんで、翌日にその点をちょっとご説明させていただいたりとかね、逆に僕も助かってます。ここがちょっと分かんないんですって言ってもらえた方がね、そこかそこかと。膝にタオルを挟んだらやりやすかったですね。あ、そうですね、ちょっと意識が膝を開かないようにの意識に自然とつながりますよね。家の日当たりが悪くて寒いくらいですそうなんですね、はるさん、なるほど。じゃあ逆にあれかな、西日が入るのかな、午後になると暖かくなってくるお家とかね。僕のお家もやっぱありますよ。朝はここが日が当たって、夜が夕方というかね、夕方になるとここの部屋が日がすごい入るとかね、そういうのありますよね。
ね、初日よりもね体が全然グラングラン揺れなくなって嬉しいです。おお、素晴らしい。やっぱ5日間やってくるとね余裕が生まれてくるというかね、自分もちょっと成長してきてるなっていうね実感がありますね。レオンさん、はい、肩、肩甲骨周りのストレッチをお願いします。コーチのストレッチがとてもよく効きます。ありがとうございます。はい、レオンさん、あ、じゃあトレーニングとかでこのね、メイントレーニングの中でもね、まあ、確かに結構股関節周りのねストレッチが多いように感じますよね。肩周りとかね肩甲骨周りっていうのもあってもいいですね。今後入れていきましょう。あ、加藤さん、ありがとうございます。コロナ禍から見てます。 ありがとうございます。ボキボキ音がだんだん減ってきました。マキさん、あ、確かにね、やっぱこうやって動かしてるとね体も順応してきて、股関節周りこれね、ちょっとコキコキなりやすい部分っていうのもちょっと調整されてきたのかもしれない。はい、皆さんありがとうございます。いっぱいチャット入れていただいて嬉しい。はい、ではですね後半のお話入りたいと思います。10時ね、今半になりましたんで11時頃までお付き合いいただければと思います。トレーニングだけでね、また後半の話はアーカイブに見ますというねあの方もいらっしゃいますので、本日もご参加いただきありがとうございました。また明日もお待ちしてます。明日はやってますからね、今週のお休みは土曜日と来週の月曜日とがちょっとお休みさせていただく予定なので、ちょっと皆さんも頭に入れておいてください。はい、それでは本日のテーマです。本日はですね、健康をテーマにお話をさせていただきます。お、鈴木さんようやく健康とか言い出したっていうねこの1ヶ月何やってたんだ、体のこと一切喋らないっていう。健康をテーマに今日はお話をさせていただきます。ただし一般的に言われている栄養の話だと、もうこのご時世ネットで調べればいくらでも出てきますし、皆さんにとっても新たな気づきという部分にはつながらないんじゃないかなと思いますので、一般的な栄養の話をしてもね、まあ、僕のプログラムでもたくさんそういう話をしてきましたし、今日は少し違った視点から健康についてお話をさせていただきたいと思っております。三大栄養素、炭水化物、タンパク質、脂質、これらにはカロリーというものがあると。そして五大栄養素になると、そこにビタミン、ミネラルが加わってきて、先ほどの三大栄養素の代謝、入ってきた糖質をしっかりとこの体の中で使い切って代謝して回してなくしていくというか、自分のエネルギーに変えていく、まあ、そんな三大栄養素の代謝を促すための補酵素として働く役割がありますね、このビタミン、ミネラルには。さらに水とか食物繊維とかフィトケミカルとか酵素などと続くわけですが、これは皆さん知ってますよね。こうした栄養学っていう学問だったり医学が進歩していった結果、今どうなってますか。科学的根拠をもとに進歩しているのなら、国民のほとんどが健康になっているはずなんですけど、がんや糖尿病、認知症、なんかねどの症状をね改めて調べてみても過去最多しか出てこないんですよね過去最多でしたみたいな、どの症状もなんかそんな感じ。アレルギー、 ADHD、 自閉症の子供が増えていたり、自閉症に関してもなんかこの話をしようと思ってちょっとね調べただけで、なんかこの10年15年ぐらいでなんか10倍近くに激増してるらしいんですよ。僕の周りでも不妊で悩まれてる方も増えてるように感じますし、
これ病気はどんどん減っていってるんでしょうかと、健康被害増えてませんって感じませんか。医療が発達し、サプリメントが次から次へと出てきて、なんで病気が増えるんですか。まあ、もちろんですね、大元の食が壊されてるからですよというね、そのご意見はごもっともなったと思うんですけどね。科学的根拠とか論文ではこう言ってますとか、なんかそれっぽいこと言っておいて全然結果出してなくない、僕は思ってしまうわけです。現在はね、まだ大企業が力を持っている時代ですよね。だから広告費をかけてたくさん広めて、科学的根拠とかアメリカの論文でとか、限りなく黒に近いグレーなことであっても、それっぽく言って売れればいい、売れるが正義という時代だったわけです。これまで国民の消費者の健康なんて正直どうだっていいんです。我が社の利益が一番、今その結果なんじゃないんですかと。科学的根拠こそが大間違いだったから結果を出せてないんじゃないのっていうね、権威性を感じる論文こそがとんでもないデタラメだったから結果が出てないんじゃないの、そんなひねくれた発想につながってしまうわけです。科学的根拠なんてものが示すことができない、良質なコミュニケーションとか良質な恋愛とかの方が、良質なタンパク質を摂取するよりもずっと健康になるんじゃないっていうね。現にこうしてですね、毎朝のライブを通して生活に張りが出て元気になってきましたっていうね、あのメールをいただいたりしてます。科学的にどんな栄養素を取れば元気になるのでしょうかと、これも確かに大切な部分もあると思うんですけど、良質な習慣、良質なコミュニケーションでなんか結果が出てきたなって言っていただいている方がすでにいるわけです。毎朝この時間に一緒に動き始めて、なんか習慣が整ってきて、そしてこうやってコミュニケーションを取ったりして、あ、なんかあの自分がいていいんだなっていう場所に属しているという安心感と、そしたら自然となんかちょっと最近元気だなというかね、健康的だなって感じてくる。これどうやって科学的に根拠を出すんですか。僕のね、パーソナルトレーニングに来ていただいてたお客さんも、過去にもね、いろいろとこう、お客さん経験してきた中で、トレーニング2割お話8割みたいなお客さん多かったんですよ。まあ、30分なり1時間なり時間をとってですね、お客さんとトレーニングをするのがパーソナルトレーニングですよね。トレーニングを教えたりとか、これいつになったらトレーニング始まるんですかっていうぐらい永遠と話してるっていう、もうそうなるとね、もはやトレーナーじゃなくてほぼホストです。お酒を提供しない、禁酒を勧める健全なホストです。でも僕はね、駆け出しの頃というのは、いや、僕が提供しているのはホストじゃないのよと、パーソナルトレーニングなんだからということで、何としてでも僕が準備したトレーニングメニューをやらせたいと思っている僕と、何としてでもただただ話す時間を確保したいお客さんとの矛と盾のね、この矛盾の攻防戦が毎回繰り広げられるわけですわけわかんないよねでも僕が、僕自身の中でこのトレーニングを提供しないと、お客さんにパーソナルトレーニングという仕事じゃないじゃんって思い込んでただけで、僕の中でね、今思えば週に1回でも若い男の子とお話をするだけで元気になってたのかもしれないですよね、お客さんは。
そこがもう少し若い頃の僕が分かってたら、お客さんとね、ほこたての勝負なんかせずに、お客さんの要望にもう少し寄り添ったお話9割のコミュニケーションパーソナルトレーニングができてたかもしれません。そうなるともはやホストでもなくてほぼカウンセラーです。核家族化が進んでファミリーの家族の規模がちっちゃくなってますよね。今だいたいみんなお家買ってね、お外に出てくわけなので、おじいちゃんおばあちゃんとかと一緒に住んでるっていうのが少なくなってきてます。各家族でファミリーの規模がちっちゃくなってる。それによって共働きも増えますよね。やっぱそれだけお家新しく買うってことはお金もかかるわけなので、共働きじゃないとやっぱやっていけないと。小さくなった家族の中でお父さんもお母さんも働きに外に出る、ちっちゃくなった中でさらにコミュニケーションの機会まで減ってるわけです。そしてそんな僕ん家の周りもね、結構新興住宅で新しいお家が多いので、みんな共働きだからご近所さんとの付き合いも、そうした影響もあってか希薄な関係です。ご挨拶はしますけどね。昔の方がなんかもうちょっとなんかいろいろと密だったんじゃないかな、まあ、そういうあの地域の方もね、あのそういった場所に住まれている方も多いと思うんですけど、僕の周りだとそんな感じ。こうした背景に追い打ちをかけるようにコロナによってさらにコミュニケーションを断たれてしまったわけです。トップ層のこのトップの支配層は人々からコミュニケーションを奪ってしまえば人の免疫、健康レベルなんてあっという間に低下させるよってことを知ってたんじゃないでしょうか。健康に大事なのはなんか特別な栄養素なんじゃなくて、人と人とのエネルギー交換、このエネルギーの循環なんじゃないでしょうかと。血液だって川の流れだってこの自然界ではエネルギーの循環が断たれれば必ずそこに不調が起きるわけです。問題が起きます。お水だったら腐るしね、循環がなければ。血液だって循環が止まれば死にます。そう考えると健康イコール栄養、睡眠、運動、医療だけではなくて、健康イコール価値観の合う人とのコミュニケーション、そうした家族関係であったり職場関係であったり働き方であったり趣味とか遊び方とか、もうこうした総合的な視点に今後変わってくるんじゃないですかと。今までだって健康イコール健康っていうのは栄養と睡眠と運動でしょうって言われてて、これだけあの不健康な状態になってるんですから。いや健康っていうのはもうちょっと広い視点を持たなきゃいけないんじゃないのっていう感じに皆さんも言われた時に、そうかもしれない、その通りだなっていうふうに分かっていただける方がもうすでにいっぱいいるんじゃないかなと。これまでの大企業の時代は健康イコール総合的な視点では商売にならなかったわけです。一つのものを大量に生産するからコストが安く作れるわけですよね。そうなると一つのもの、これを飲めば OK ですと、これじゃないと効果がありませんっていう広告になっちゃうわけですよ。例えばうちの商品は健康イコール健康、すなわち栄養、睡眠、運動、人間関係、コミュニケーション、働き方、趣味などの多種多様な健康という要素の中の一部の栄養というだけに効くものですので、総合的な健康が手に入るかは分かりかねますと。なんて言ってたら商品が売れなくて会社が潰れます。これを飲めば健康になれます。
科学的根拠のもとに作りました、論文でそう言われてますってなっちゃうわけです。これまでの時代はね、大企業が引っ張ってきた時代は、そもそも科学的根拠とかエビデンスとか、これどういう意味なのかというと、自分の主観的な思い込みではなく客観的なデータが示すことで、ネットで調べるとちょっと分かりやすい感じだとそう出てくるんですね。ってことは、それが間違ってたことが結果として現在証明されたわけですよね。自分の主観的な思い込みの方が正しいってことで今後はいいですかね。じゃあ客観的なデータをもとに、エビデンスをもとに作られてきたこの世界で病気が増えまくってるんですから、今後は主観的な思い込みの方が正しいってことでいいですよね。自分の中に感じる感覚とか直感とか、こうした非科学的なものの方が実は正しかったんじゃないのっていうこともね、ありえるんじゃないでしょうかという、そんなお話でした。正しかったんじゃないのですからね、正しいんですとは言い切ってないです。僕はそういうふうになんとなくこの世界を見てて感じるという、そんなお話でした。はい、ちょっと一回チャットに戻ります。皆さん、なんか気づきとかねあればシェアしてください。達也的視点における健康とは、結局また食事の話一切出てこないっていうね。調べればね、もういくらでも、だってこういう視点っていうのはネットに出てこないじゃないですか。ね、こういう視点を持っとくってことも、一通り食事、栄養のことをちょっと触れた方にとっては、この視点っていうのも持っておいた方がいいんじゃないかなと思うんですね。何も信じられない世の中になってしまったっていうね。松本さん面白い。でもね、ここにあったってことですよ。だって皆さん、確かに言われてみれば健康になっていってないっていう現状を見てるわけですよね。ああいう症状も増えてきちゃってる、こういう症状も増えてきちゃってる、そんな中でなんであなたは健康なんですかと、自分の中にお医者さん以上のとんでもない天才的なお医者さんが中にいるっていうことでいいんじゃないですか。どんなものを食べさせられてもなんとかなっちゃうっていう体の中でね、もちろんちょっとそれをうまく処理できずに症状に出てしまってるっていう方が多いという現状ではあると思うんですけど、そのぐらい体ってまだまだ分かってないことだらけだし、自分たちの免疫の中でね、勝手に治していってしまう、毒が入ったら出してしまうみたいな最強のね状態が外にあるんじゃなくて中にも備わってたんじゃないのっていうふうに思う方が自然じゃないですか。だって元気でしょ今のところ。はい、ここに集まってきてるいただいてるちょっと皆さんもね、価値観が比較的似てる方が多いので、ね、その通りと思っていただいてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、そうじゃない方もね当然いらっしゃいますんで、僕はそういうふうに思うっていうだけでね、皆さん自分の価値観主観でいいと思うんですけれども、わかる若い男の子とお話ししたいおばさんの気持ちって。ね、だからそう、いや、元気になるわけですよ、その方がね、きっとね。そういう視点、僕も駆け出しの頃はモテてなかったなと思ってですね。大事ですよね、でもね。それでこの方が元気になれるんだったら、それパーソナルトレーニングということでいいでしょうと。
無理にねきついこと動かして嫌になっちゃって来なくなるよりかはね、その人の今のねメンタルの状況だから、結構やっぱパーソナルトレーニングとかやってると、トレーニングをしててでも、あ、何か私生活でとか旦那さんととか何かあったんだなっていう時には、あんま無理させてもね、無理させて体を追い込ませてもしょうがないんで、やっぱりお話が多くなったりとかね、そういうのも踏まえてね、そういうのも含めてパーソナルトレーニングだったんだなっていうね。結構お話が、このコミュニケーションがね止まってしまった数年間だったんで、もしかしたらコロナなんかよりもその後の対処的にね、こう、僕たちの体にこう入れようとしたことなんかよりも、コミュニケーションが断たれてたっていうのが一番のマイナスだったというか、そういう可能性も考えられますよね。はい、ということで皆さん、今日はねこんな感じで終わりにしたいと思います。同じ価値観を持たれてた方は、あ、私だけじゃないんだ、そういうふうに思ってたのはと思ってですね、自分の中の主観であったり直感であったり、まあ、そういったものをね大切にしていっていただきたいなと思います。はい、皆さんいろいろ気づきをねチャットで入れていただいてありがとうございます。チャットの中でいろんな気づきが皆さんあると思いますので、皆さんのねこのチャットをちょっと拾っていただいて、はい、ムーさんそうなんですかとか言って、このチャットの中で会話が弾んでるのがおもろいですね。え、ムーさん今何言ってたのみたいな、はい、いいですね、はい、皆さんで楽しんでください、この場を楽しんでください、はい、ということで皆さんまた明日お待ちしております。ありがとうございました。今日はこの辺で終わりにしましょう。ありがとうございました。Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love.